はい、皆さんこんにちは、村長です。先日から大好評のですね、自動作曲シリーズ、音楽研究所さんというところのソフトなんですけれども、あまり皆さんが知られていないわけですけれども、とっても便利なソフトを見つけました。もう20年近く前ぐらいからやってられるんだと思うんですけれども、最近のアップデートは、この画面に表示しています ACS というのはアップデートがされていないんですが、基本的に使うのには Windows 11ででもちゃんと動いています。今日はこの自動作曲システムについて集中的にお話をしたいと思います。村長のミュージックスタジオ。この ACS というソフトは、オートメイティッドコンポージングシステム、これの略で ACS と呼んでいるようです。本当に便利にできまして、今までこの種のソフトということでは、僕の方でもバンドインナボックスを16というようなバージョンから使っていまして、そして最近は30というバージョンになったんですが、僕はバンドインナボックスは今バージョン29というのを使っています。バンドインナボックスもスタイルというのを選んで、そしてデモソングなどをちょっと呼び込みますと、もう簡単な伴奏はマウスクリックを3回するぐらいでできるんですが、このソフトはマウスクリックは1回でできてしまうという、そういうようなソフトです。そのマウスクリックをするたびに、新しいメロディー、新しい伴奏がどん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 できていくということで、まあ似通った伴奏というのは確かにあるんですけれども、少しずつ違うということで、どういう使い方をすればいいかというと、これでどん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 押していくと、本当に1日何百曲というぐらいの音楽制作の土台が出来上がります。初心者の方にとっては、ご自分で作る DTM よりも完成度の高いぐらいのものが出来上がります。でも上級者の人にとっては少し物足りないというのが正直なところですが、これをうまく使ってですね、作曲のアイデア作り、これに使うととってもいいんじゃないかなというふうに思います。これはどうやって使うかと言いましたら、スタイルというのを選択しますと、このようにいろんなジャンルとスタイルができます。そして今ポップスの海外というのになってますよね。そしてオレンジが指定してあるボタンになるわけですけれども、エルトン・ワンダー、アコースティック、 AOR、 ラテン・ロック、ロックとかいうふうになっていますが、このロックを外してハードロック、そしてポップボーカル、こういうふうに今数種類の選択をしました。そうしましたら、これらをランダムに、そして先ほども言いましたように、都度新しい音楽を制作してくれます。ちょっとやってみましょう。 OK を押します。そしてやることは、この作曲というボタンを押すだけです。そうしましたら、右にホルダーを出してありますが、自分がこの設定というところのホルダー指定というところの出力ホルダー、ここで選択したホルダー、僕の場合は ACS というホルダーですけれども、そこに入っていくということになります。はい、じゃあやっていきます。最後まで聞く必要はありません。このようにしましたら、右側にもう音楽が出来上がっています。これは僕は個人的にあまり好きではありません。
僕はこういうポップスは好きですね。はい、メロディーも入っているところがとってもアイデアにつながります。もう一つぐらい最後にやってみましょう。はい、これなんかはとってもメロディーが主張していてとってもいい感じがしました。これらはですね、編集もできます。2回に分けて解説をする予定ですので、編集のことは簡単にだけ言っておきます。モードというボタンを押しましたら、このように編曲というボタンが現れます。これを押すと、どれを編曲しますかというふうに出ますので、一番最後のが僕は好きでしたので、このようにして開くというふうにします。もちろん DAW のソフトで編集をしたいですので、ここですることはほとんどないと思います。でもここに小説を挿入したり、コピペですね、そういうことをしたりとかできる、この挿入というボタンとか音色というのを押しますと、どんな楽器を使ってやるかということですね。そういうのができるようになっています。例えばこのベースをですね、今のウッドベースというのからですね、少しちょっと変えてみようと思います。フィンガーエレキベースに変えたいと思います。そして OK を押します。このようにしていくと楽器も変えていくことができますし、オブリガートというのが今設定されていませんが、オブリガートをつけたい場合はここで選択をします。ただしユーザー定義というのは選べません。民族楽器なんていうのを選んでみましょう。そうするとこういうふうにありますので、ここでフィドルのことでしょうね。これを選んでみます。 OK を押します。するとこのようにオブリガートも入れれるわけです。そしてここで OK をします。再生というボタンで聞くことができます。はい、このようになっているんですが、一つ欠点もあります。今最後まで聞いてわかったと思うんですけれども、エンディングの処理というのがですね、されていません。ですから、エンディングというのは DAW なんかで付け足したり修正をする必要があるということです。これで一応 OK を押します。そしてこの修正を加えたものを、例えば、このように名前をつけました。そして保存をします。このようにしてまたモードを2回押すとですね、変換モードというのがありますけれども、この変換というのは WAV ファイルに変換したりということができるようになっています。例えばこの変換ボタンを押しまして、そして先ほどの AAA を選択します。そうしますとここで
WAV ファイルでいいですかというような選択ができます。他にですね、着メロ用とかいうようなこともできますし、 AIFF、 これで保存をすることもできます。まあ今回は WAV にしておきましょう。そうしまして保存をします。チャンネルにどのような楽器を割り当てるか、その辺のところを編集することができるわけです。追加をするというわけではなくって、どのチャンネルをどのように変えるかという話です。 OK をします。はい、このように右側に AAAWAV というのができました。 WAV ファイルで保存ができるということになるわけです。ではこの AAAMIDI というファイルを DAW に読み込んでみましょう。僕の場合はスタジオ1です。ファイルから開くというふうにします。そうしまして ACS を開きます。ここに AAAMIDI というのがありますね。開きます。スタジオ1がジェネラルミディのサウンド、いわゆる内蔵音源ですね。それを割り当ててくれました。このようになります。ちょっとスタジオ1で聞いてみましょう。スタジオ1の音色と、そして先ほどの ACS というソフトの音色が違うので、若干音色感は違うと思います。このようにMIDIになりましたので、自分でどのようにでも変更ができると思います。ここにスタジオ1の場合、通常はこのように楽器構成が出ますので、例えばこのドラムを他の音に変える、ちょっと聞いてみましょうね。ソロにしてどんなドラムが入っているか。はい、バスドラがちょっと響きすぎというようなドラムですよね。これをイージードラマーに変えてみましょう。はい、置き換えをします。そうしましたらこれで再生をしますね。はい、かなりバスドラがタイトになっています。ちょっとこれよりもイージードラマーの最初から入っていますタイトルームというのをしてみます。ちょっとこれで聞いてみましょう。今度はバスドラがちょっとタイトすぎますね。これを変えてみましょう。この 14×24 のバスドラに変更してみます。このようにして音色を変えていけるわけです。そして先ほどフィンガーベースに変えましたので、ここもフィンガーベースになっています。あとはクラリネットが使われたりしています。一つ目はメロディーでしたので、これがメロディーだと思います。こんな風になってるわけです。これらを自分の持ってる音源に切り替えたりしながら、いろんな編集をするといいでしょう。メロディーなんかを少し変えたいなと思えば、このようにMIDIを編集する。それも一つの方法だと思います。このように ACS はボタンをクリックするだけで曲をどんどん作っていけます。ちょっと違うジャンルをやってみましょう。まずここで全てこれを
外します。ここにはなくなりましたね。例えば J-POP の中で演歌、ニューミュージックというふうになっていますね。これでちょっとやってみましょう。はい、また押します。今はニューミュージックモードです。ではポップス日本というのでですね、ポップロックや70年代ポップ、そして J-POP デュオ、このようなところをチェックしてみます。これでやってみましょう。このようにですね、自分が気に入らなかったらどん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 押したらいいと思います。このようにですね、各ジャンルというのはよく似た楽器構成、よく似たアレンジになっているんですけれども、メロディーが都度変わって楽しいですね。価格が3850円と少しのお小遣いで買えるほどですので、この ACS というソフトもアイデアのツールとして皆さんも使ってみてください。使用版というのもあって、ジャンルは限定されますが試してみることができますので、まずは無料から始めたらいいと思います。今日はオートメイティッドコンポージングシステムという自動作曲のツールをご紹介しました。村長でした。